巫女姫様と日立さんも一緒に？そりゃもちろん。ありがとうございます。すみません、突然お邪魔してしまって。いやいや、むしろ嬉しい限りですよ。それにレナちゃんも。その服初めて見るけど可愛いよ。やばいよ。やばい？私の服はやばいのでしょうか？あ、いや、いい意味でね。やばいくらい似合ってるってこと。すさまじく可愛いね。雰囲気も変わっていいよ。意外と和服もいけるね。そうでありますか。ありがとうございます。白い和服に金色の髪の毛が生えるっていうのかな。可愛すぎて見惚れたよ。嬉しいですが、褒めすぎですよ蓮太郎。そこまで言われると恥ずかしくなります。いや、マジでマジで、からかってないってば。やばいから、マジでやばいくらい可愛い。